はい、それでは前回の続きその2です。問い2番からですが、今回のテーマは超音波流速計です。超音波というのは、人の耳に聞こえない音波ですけれども、過聴域といえば 20Hz、 人の耳に聞こえる過聴音、音の音波の振動数は 20Hz から 2万Hz だとされています。ですから 2万Hz 以上の音は人には耳には聞こえないわけですね。でそういうのを超音波と言ったりしますけれども、真空中では当然、伝わらないわけですね。音波というものは空気または水とか液体とかその金属の中に伝わることができます。媒質があってのことですね。で、工芸分野では2万Hz 以下でも人の耳には聞こえない音として超音波と扱うわけですけれども、普通光合物理では2万Hz 以上の超音波とするというふうにしてなっていますけれども、この超音波を、工業的分野ではいろんなものに使われたりしています。その一つに、こういった流速計があるわけですね。その流れているあるいは風速計でもいいわけですが、風でもいいわけですが、これ流体があるとするとします。そこに送受信機、超音波発する受信機、あるいはその送信機ですね、2つの送受信機1と2をこういうのして斜めに、この角度から流体の流れに対してかそのシーターの入射角で発射するわけですね。で1と2とありますが、こういう一つのここで受けると、これからまたこういう時間が違うわけですね。これ流れがありますから、その流体の速さを10メートルマイクルとします。入射角をシータとします。シータは0度から90度の間で、超音波の速さは VL メートルマイクルとします。これは音波ですから、水中では空気中よりもっと速いわけですね。VL メートルマイクルとします。振動数は F0Hz とします。2万Hz 以上ということになりますが、当然そのこの超音波の速さはここの流体の速さよりもうんと大きいというわけですね。で近似式を使います。 X が1よりもうんと小さいときは、こういう式が成り立つということですね。これを使いなさいというわけです。これちょっと一応証明してみましょうか。1プラス X 分の1というのは、 X が1の手腕のときは、1プラス X のマイナス1乗ですから、これは X が1より小さいときは、ここがマイナス1いきますからマイナス X になりますね。ですからこういう複合同順で、プラスのときはマイナス、あるいは1マイナス X 分の1というのは1マイナス X のマイナス1乗ですから、これマイナス1とマイナス1で1プラス X となるわけですね。でじゃあ次は、ここですね。1プラス X 分の X というのは何かというと、 X が1プラス X が1マイナス X ですから、これは X、 これとマイナス X 乗、 X 乗というのはもう1よりうんと小さいですから、ほぼ0ですから、これは X だというわけですね。ですになります。1マイナス X 分の X はどうかというと、これも同じようにして1マイナス X が1プラス X ですね。ですからこれは X プラス X 乗になります。でこれはほぼ0ですから X になるわけですね。こういう理由で、これを使いなさいというわけです。で問い2番はどういう問題かというと、空欄に数式を埋めます。 VL から θ のうち、こういうものを使って数式を埋めなさいという問題が、交差 C ですね。前回の続きですから、交差 C というのはまずその2では3つの問題を使いますけれども、で埋める問題ですが、流体の速さ U は距離 L メートル離れた2つの送受信機より、距離 L メートル離れてるわけですね。入射角 θ で発射された、入射角 θ、 こちらもここ θ ですね。ここも最頂角ですから θ です。ここも θ になります。発射された超音波が対となる送受信機に到達するまでの時間の差から求めることができるというわけですね。そういうその流体の速さ U を求めるこのやり方が次の文章にあります。まず空欄この問題ですが、送受信機1から発射された超音波が送受信機2に到達する際、ここから超音波が発射されてここに到達するまでの時間、デルタ T1 から1から2ということですね。デルタ T は1には高秒となる。 VL から θ の小さなものを混じって発射なさいという、ここからここへ行く時間はいくらかというわけですね。
チャンパの速度は VL ですね、速さは VL ですから、しかもここが L ですから、 L 割る VL で、まあ、何もなかったら VL 分の L という時間ですけれども、流速がありますから、この超音波というのはやはり媒質があってのことですから、媒質がその阻害するわけですね。こちらへ行く場合は、このこういう流れですから、これを拡大したら、まあここですね、こういう速度で流体が流れていますから、こういう速度のここの成分は何かというと、ここですね、直角に置いた分ですね。ですからここがシータですから、シータ、ここがシータになる、ここがシータですから、ここがシータになりますね、対象角で。でここが90度マイナスシータになりますね、ここが。で、ここが90度ですから、ここがシータになるわけですね、ここが。ですから、ここがシータですから、これが、ここは U ですから、U と U のここの、ここの、斜め方向の成分は U のサインシータになりますね。これ U だったら、こう直角ですから、U のサインシータになりますね、この速度が。ですから、超音波がこういう方向で VL で、行きますけれども、こういう方向の、向かい風みたいなものですね、 U サインシータというその流体 その流れが逆行するわけですね。ですからその媒質がこれ邪魔しますから、速さはどうなるかというと VL マイナスの U サインシータだけの速さになるわけですね。ですからこういう方向はそれを L で割ればですから、デルタ T は1から2へ行く時の時間はこういうふうに表せるわけですね。これだけ VL から U サインシータ引いた速さでもって L 行きますから、ここからここへ行く時間はこういう式になるわけですね。ですから答えはこれになります。今度次の問題、差の問題ですが、一方送受信機2から、今度は2ですね、2から発射された超音波が送受信機1に到達する際、今度はここからここへ到達する時間はいくらかというわけですね。かかる時間デルタ t の2から1は差秒となるという問題です。これはもう差でやったものと全く同じやり方でいいわけですね。こちらもこういう方向で VL という速さで超音波が出ていきますけれども、L という長さを去っていくわけですが、今度は助けになる。今度はこういう方向が追い風になるわけですね。ですからデルタ t の2から1の場合は VL に今度はこれを足したものですね、 U サインシータというわけですね、を L で割ったものだというわけですね、これ U ですね、 U だというわけですね。ですからもうこの場合はここはプラスになるというわけですね。ですからまあこれが大きくなりますから短くなるわけですね。こちらの方が速くなるわけです。こちらは向かい風になりますからと同じですから、これが分母がこちらよりも小さいですから大きくなるわけですね。時間がたくさんかかるというわけですね。ですから差の答えはこういうふうになります。次は C の、これは C を見るまでです。したがってそれぞれの経路でかかる時間の差をデルタ T の D イコールデルタ T1 から2引くデルタ T2 から1とすれば、流体の速さは近似的に U イコール C かけデルタ TD の絶対値として与えられるというわけですね。で、これでいよいよ流体の速さを求めるわけですね。ですから時間差が今さっき出ました。こういうふうにして1から2にかかる時間はこう、2から1にかかる時間はこうだというわけですね。ですから時間の差があるわけですね。で、どちらが大きいかというと、こちらが大きいわけですね。分母が小さいですから。ですから、これを計算すればいいわけですね。デルタ TD はどうなるかというと、これからこれ引いたものですね。VL 引く U サインシータ分の L 引く VL プラス U サインシータ分の L ですね。ですから、これとこれで通分すると、VL の事乗マイナスの U 事乗サイン事乗シータ、これとこれかけますから A プラス B と A マイナス B の形ですね。ですから L の VL の VLU サインシータ引く、これとこれかけますね。この場合はこれの L の VL マイナス U サインシータですね。こういうふうになります。で、これは
どうなるかというと、これを計算すればいいわけですね。で、これとこれで LVL とマイナス LV で消えますから、これとこれでこれもプラスになりますから、2倍の LU の sin θになりますね。分子が、で分母が VL 事情引く U 事情 sin 事情 θ だというわけですね。これがデルタ TD だというわけですね。で、この近似を使うわけです。この VL が U よりも大きいですから、これをまあ VL 事情で割ればいいわけですね、これ。1引く、これ VL 事情で割ると、VL 事情分の U 事情、sin 事情、θ だと。こうなりますね。で、2LU sin θ だと。ですから、これですね、VL 事情分の、VL 事情分の2LU の sin θ で、これが1マイナスの VL 事情 U 事情 sin 事情 θ のこれのマイナス1乗になりますね。これで、ここが近似できるんですね。ですからこれ1プラスの VL 事情分のマイナスとマイナスでになりますから、 U 字を3字を引いたとなるんですね。ですからデルタ TD はどうなるかというと、まあ、これとこれで、これとこれを書きますから、これがこうなりますから、これとこれ書けて、これとこれでもう VL 字を分の U だけでも VL 分の U だけでもうんと小さいですから、1より小さいですから、これとこれ書けたものはもう無視できますね。 ほぼゼロですから、結局これとこれ書けたものいうわけですね。VL 事情分の VL 事情分の 2LU sin θ、 こうなる約ですね。で、ここで求めたいのは U ですから、これから U はどうなるかというと、 2L sin θ 分の、VL 事情かけデルタ TD と、まあ、この場合絶対値ですが、まあ、こう絶対値かけてもいいですね。まあ、してもいいですから、答えは、C の答えは何かというと、これですね。これになると。2L sin θ分の VL の2乗だというわけですね。ですから、ここの超音波の速さと、ここの距離と、ここの入射角 θ が分かれば、ここの、あとはその、しかも、ここの時間差を測定すれば、その流速の速さ、流体の速さが求まるわけですね。ですから、まあ、答えは、まあ、ですから C の答えは 2L sin θ分の VL 事情だというわけですね。これが答えになります。